はどこだろう。なんでこの画面から変わらないの？足音。やめて。やめてやめてやめて。やめて。来る？来る？何か来る？虫眼鏡。あ、足音がある。っていうことは、お化けは足がないから、セーブ。お化けは足がないから、もしかしたら人かもしれない。この植物すごい色してるけど。じゃあ、特に何もないですよね。アイテムがあるときはちょっと浮いて見えるしね。ここのクローゼットは開かないみたいですけど、だな、気持ち悪くなってきた。色悪いな。家っていうのもなかなか。ドア多いな。傘がここにあるっていうことは、黒電話ある。傘がここにあるってことは、こう、玄関。誰かいる。もしかして、千代さん？これ何？あ、階段か！何？え？ちょっと降りましょう。え、電池切れた。ああ、明かりがないっていうのは怖いよ。ここは何？お風呂？ちょっと待って、なんか、懐中電灯がなくなった途端に、恐怖が増す。あ、ごめん、嫌だ。いや、ごめん、風呂はいい。私、今日まだお風呂入ってないから。まあ、怖いことがあったからってお風呂に入れなくなるほど私はセンチメンタルな心の持ち主ではないけれども。ここは何？あ、ライター！これ、マッチ！マッチ嬉しいけど、マッチはね、一瞬の灯火だからね。だから、なんか、灯せるもん、なんで閉めたし。灯せるものが欲しいね。暗くてよく見えないか。これ懐かしいね。このなんか分別表みたいな。マッチ、道具。特に使えないですね。暗いな。ここはスタート地点か。セーブはやめとこう。トイレかな、これ。開かない。びっくりした。え、他に調べるとこないってことは、さっきのドクドクポイントの2階行きますか。暗すぎるやろ。何この、何、暗すぎてわかんない。先進む。着信音な。何これ、仏壇だ。ここは仏壇じゃないの？ここじゃないみたいですね。ここ寝室かな。廊下狭すぎ。しかも何も見えない。
違いますね。こっち？違うね。消えた？誰が？人じゃないの？開けられないの？こっちから行ってみますか？から左に、あ、ぽいぽいよ。はあ、はい、はあ、はい。あ、ごめんなさい、家落としちゃった。暗くて見えない。踏まないようにしてね。仏壇ですね。あ、うん、そうしよう。はい。時間制限ありとかやめてね。持ってきます、持ってきます。どっかに、すいません、本当にお借りします。すいません。あー、めっちゃ明るくなった。はあ、ごめんなさい。手紙だ。うん。あ、膝。うん、うん。かわいい友達、レイコちゃん？うん。そいつはええことや。はっ！なに？よいしょ。これ、道重さんと、で、何さん、千代さんかな。あ、よく似てらっしゃるよ。今度は電話？戻りますか？あ、明かりがあるって素晴らしい。なんか、ある？あ、なんかある。木製ピース？なんだろう。何もないね。狭いね、ここ。昔の家ってこんなもんなんかな。心臓がとても痛い。あ、出るんじゃなかった。セーブすればよかった。おじいちゃんのこと？一人ぼっちは寂しいよ。が嫌だからこんなことするの？
次は、1階の操作をやっていこうと思います。出てくる メニューとかで、メニューを閉じた後に出てくるとか、振り返って出てくる系はプレイヤーの私を驚かせるためのですよね。何かめぼしいもの入ってますか？入ってませんね。まあ生首とか入ってても困るけど。ちょっと振り向くの怖くなったじゃん。食器が並べられている。次、しかし狭いな。ここはトイレかしら。あ、ここお風呂でしたね。お風呂はどうしても調べなきゃいけなくなったら調べましょう。これは何ですか？じゃあここ開けますか。狭すぎ開け方すごいな。どんだけ必死なのみたいな。うわお。え、誰か寝てんじゃないの、このもっこり感。寝てるよ。どういうことだってばよ。今いっん？こういうの苦手なんですけど。はっ、できた。はぁ、あ、はがき、重要にしすぎやろ、これ。みちこさんじゃない、ちよさんの。日比野の手紙。日比野さん、新キャラ。初中見舞い持ち上げます。熱いですね。ほう。来たぁ。おっと、おっしゃった。え？日比野京子。この名前どこかで？チャットで？おお、終わりました。しばらくはただぼんやりと今までの人生を思い出すためだけに。早い。たけしの心遣い。別の人か。ほんと長生きをしてみるもの。え、何？あさん、
操作遅そう。ここからか。わお。黄泉の国でしょう。あの人どこかで若い頃のじいさんじゃないの。なんか5&7でこんなとこなかった。エアリスが隠れたり出たりつか、何これ、何これ、おじいさん、なんか時々振り向いてくれてるけど待ってくれてるのかな。周りのは何だろうね。おじいさんは戦争に行くとかなの？まだ学生さんかな。おじいちゃん歩くの早い。どんどん遠くなる。いつまで続くんだろう。あ、待ってくれてる。何、導いてるの？どんどん奥に連れて行かれてるけど、この辺すごい広い、眩しいな。うわ、すごく眩しい。え、病院？待合室とか？どこだここは。レイコちゃん？あ、またなんか変な。私たちはどこに行こうか。エレベーターか。動力は切れてる。おばあちゃん、振り返れないんだ。そんな俊敏さはないと。開けることはできない。病院だよね。病院の1階だよね、ここは。トイレはやだな。この光のとこに行けばいいのか。あ、動かないでよ。あ、ここって処理室、処置室。ここってあれじゃん、来たじゃん。ここでブルッとなったけど、あるかな。あー、なんか白綺麗っていいね。ここじゃないみたいですね。おじいさんどこだったっけ。なんとか4、何？